か見てみましょう、うん、はい、あ、もうしっかりもう、あ、やっぱりこんな感じで黒くなっちゃった。ぐちゃぐちゃ肉だね。肉があるんですけど、うん、まあ、ボタン電池の誤飲事故っていうのがありまして、うんうん、まあ、ショボドならないようにということで注意喚起されてるわけだよね。はい、うん、で、まあ実際にその誤飲したらどうなるかっていうのを、うん、まあ、この肉をその体の一部、うん、まあ臓器に見立てて、実際にやってみようということに、うん、その肉は何でしょう。やっぱりささみ肉を使ってます、ね、はい、実際 の、 あの胃袋とはちょっとあの環境は違うわけだけどね。あ、まあそうですね、うん、はい、それじゃあやってみてください、はい、一応まずは、うん、まずはこの肉なんですけど、中にボタン電池を入れるためにこれちょっと中までこう半分くらいに切って挟めるようにしてあります。ボタン電池を挟みます、うん、はい、うん、でもう一つボタン電池を使って、うん、肉に、接触しているっていう状態でもどうなるかっていうのをね、うん、確かめようと思います。なので今このボタン電池のねない部分の方に、はい、うん、こうやってね、はい、30分ぐらい経ちました、はい、じゃあちょっと様子を見ていこうと思います、うん、見た感じなんかもうちょっと変化が見えるんですけど、うん、じゃあまずあの表面の方に置いた、うん、電池の方の様子から見てみましょう、うん、はい、あ、もうしっかり溶けてるっていうか、ね、でなんかちょっと黒ずんでて、うん、まあ、これが体内に入ったら危険だなっていうのはよくわかりますね、うん、はい、うん、で、中の方もちょっと見てみるんですけど、うん、まあ当然、まあ、同じようにこうなってると、うん、はい、まあ、ちょっと泡とかも出てね、うん、ちょっと剥がしてみるか、うん、あ、やっぱりね、はい、剥がしてね、黒っぽくなってちょっと溶けてるって感じですね。はい、はい、はい、何もなんか危なそうだってことが分かりました。よく分かりました、うん、はい、じゃあこれはこれもっと置いた長くね、大体1時間くらい置いたやつをちょっと中見てようと思うんですけ ど、 どうもう、あ、やっぱりこんな感じで黒くなってちょっとぐちゃぐちゃだね、はい、電池もちょっとね変色してるんですけど、うん、溶けちゃってるっていう、まあ、金属の成分が溶け出してもう胃が、まあ、ただれる、ね、ただれちゃうっていう反応してるのわかるね、はい、はい、危ないってことはよくわかりました。危なそうだってことがね、はい、はいはい、じゃあボタン電池っていうのは、まあね、紹介した通りなんですけど、まあ、この面がプラスで、うん、まあ、裏面がマイナス極になってると、うん、ただこのヘリの部分ですね、うん、ここまでがプラス極でマイナスと接触しやすいんですね、ここ何か物が当たれば、うん、で、まあ、ショートしやすいと、うん、だから、まあ、あの持ち方も結構気をつけなきゃいけないんですけど、こういう構造だからボタン電池は危険だよと。例えば電気の流れやすいあ、まあ、金属のものとかと、あと電池同士ねをなんかこうごちゃ混ぜにして、ボタン電池に限らずいろんな電池を袋にさまとめて入れるっていうしてると、たくさんそれが重なったりするとここが接触して、まあ、ショートっていうか、まあ、接触しちゃって危ないということがあるので、うん、まあ、保管方法も考えなきゃいけないってことですね。はい、はい、うん、